シアニシティレコーズさん。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかめっちゃ挨拶されちゃいましたけど。サウナさんこんにちは。こんにちは。早速ですけど、はい。サンシャインシティレコーズさんってすごいなんか長い長いですよね。長いですよね。長いです。はい、長いです。それで私ずっと思ってたんですけど、どういう由来っていうか、あ、由来ね。由来かでその名前がはいできたのか。ではお答えしましょう。はい。ね。答えしましょうって言ったんですけど、一言で言うと、一言で答えたい時は、かっこいい名前にしたかったっていうだけなんです。で、細かく言うと、好きな音楽がちょっとおしゃれな、まあ70年代80年代でいう、おしゃれなシティポップというんですか、俗に言う。なんか、まあ山下達郎さんとか、なんか大滝栄一さんとか、あんな感じの雰囲気の名前にしようと思ったら、まずシティっていう名前をつけながら言葉を入れなあかんなと、勝手に入れないといけないと自分の中で勝手に思ってシティ入れて、あとはシティの前後ろに何入れたらいいかなと思ったら、やっぱりレコード世代、子供の時というか、レコードをカセットテープに取って、撮るのを毎日の日課にしてたので、何言うてるか分からない。レコードって買えないじゃないですか、なんか子供の時って。で、レンタルレコード借りてきて、カセットテープに入れてっていう世代なんですよ。中高生の時、一番お小遣いでなんとかしちゃなかった時、レコードを入れたいな。でその前に何入れようかなと思ったら、勝手にサンシャインって出てきただけなんですけどね。あ、それをサンシャインって言葉がひらめいたみたいな。ひらめいたんです。へー。っていうことにしときましょう。はい。それだけなんですけど。はい、よくわかりました。ありがとうございます。なんかね、説明、真面目に説明してしまいましたね。真面目に説明するとちょっとなんか、ああ、そうなんやっていうね。あ、そのサンシャインシティっていうその言葉はある、言葉っていうか、どういう単語はあるの？いや、サンシャインとシティとレコード、レコーズですね。レコーズ。レコードも1個だけやったら寂しいやろうなっていうので、レコーズって何枚もあった方がええなっていうので、レコーズってしたんですけど、で名前でもう名前だけどんどん先歩きしていったらええなっていう。なんかそれだけなんですけど。でもなんかレコーズっていうのが響きがいいです。あ、すごく。ありがとうございます。ねえ。なんかね、改めて聞かれるとかなり恥ずかしいですね。あ、自分のこと。ちょっとこうなんとなくつけたように見えていろんなこと考えてんねんなって言いながら。いやでも考えてはりますね、めちゃくちゃ思って逆に恥ずかしい。そうだ、カモンさんもなんかそういう名前をつけてみたらどうですかね。名前をね、はい、なんていうのかな、自分のなんていうんですかね、アピールネームっていうか、アピールネーム、若尾の久子のままも十分ねいいと思うんですけどね。久子さんってあれですね、久しにこうで画数がそんなにないんで、画数ない、それ結構なんか画数がないから、書くときすごくねバランスがね難しいですよね。すごく難しくって、ちょっとしたことでなんかこう字がね、こう上の名字と一緒になった時に、上の名字の方が画数が多いとね、なんとなく。あ、私旧姓の時にね、画数が少ないせいだった。だからすごくねバランスが取りにくくってでね、だからたくさん難しい漢字の名前の人っているじゃないですか、うん、画数が多い人、そういう人いいなと思ってたんですよじゃあなんていうかそのアピールね、画数が多い画数が多い何がいいでしょうね。英語がいいかな。英語がいいかな。はい。私そんななかなかひらめかないんです。はい。で、サンシャインって言ったらね、はい、キラキラしてるんですよね。ああ、そうね。キラキラ。キラキラ。キラキラのイメージがあって、こう輝いてる。ああ、そうですね。やっぱ輝きたいと思ってたんでしょうね。その時ね、つけた時にね、もう家にいてる場合ちゃうぞって。こう前進しようって言って進んでいくみたいな。そうそうそう。なんかもうなんとかしなあかんよね。なんとかしなあかん。家でご飯作ってばいちゃうでっていうね。ああ。うん。あ、すごく前向きな気持ちがいっぱい。ご飯は作らなあかんけどね。作らなあかんけど。まあなんとかせなあかんというサンシャインですわ。そういう名前がいいかもしれないですね。なんとかしようか。なんとかしようか。もうなんとかなっててもいいかもしれないですよね。もうなってるかもしれない。あ、もうなってる。え？なってないとおかしい、おかしいという。あええええええじゃあまた次回この話をしようかな。ではさよなら。さよなら。言えずにいたが